お待たせいたしました。これよりみんなで作る子どもたちの未来キャリア教育の実践にあたってと題しましたパネルディスカッションのお時間とさせていただきます。まずはじめにパネリストの皆さんをご紹介させていただきましょう。まずステージ中央から一般社団法人キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会代表理事特定非営利活動法人スクールアドバイスネットワーク理事長生重幸恵様特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会研修事業部マネージャー2級キャリアコンサルティング技能士江川優子様日本 IBM 株式会社社会貢献担当部長川島照彦様東京都荒川区立諏訪台中学校校長全国中学校進路指導連絡協議会会長清水貴彦様そしてコーディネーターは文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導調査官国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官でいらっしゃいます藤田照之が務めます。ではよろしくお願いいたします。それではお座ったまま説明いたします。皆様方この薄い緑色の今日のパンフレット進行表ですけれどもご覧になりながら時間が押してるな大丈夫かなと思いながらですね多分座ってらっしゃると思います。私どもこの5人が一番それを切実に感じておりましてこの短い時間でいかに話を進めるかということが私の課題でございます。今日はこの薄い緑色のものを出会えていただく前にですね表紙を申し上げていただきたいんですが今日のテーマはみんなで作る子どもたちの未来ということです。今紹介ございましたように今日は4名のさまざまな立場の方からお話をいただくわけですがまずご用意いただきたいものをご紹介します。順不同になりますけれども途中でお話しいただきます江川さんからはこのようなブルーの資料を準備していただいておりますのでぜひご準備ください。それから、清水校長先生からはですね左肩ほちきつの白い資料 A4 版の資料でございますけれどもこちらが準備されております。また生重さんからはですね2つの冊子カラー取りですけれどもこのようなものが準備されておりますのでこちら後でぜひお触れになることかと思いますのでぜひご注目ください。よろしいでしょうか。皆様方のお手元に入っている資料でございます。それではですね今日この時間短い時間でございますけれども当初5分ずつ自己紹介をお願いしますというふうにお話をしていましたがそれをマイナス1分4分ずつ自己紹介をしていただくことから始めたいと思います。それではもうこれ以上私から言葉をかけておりますと時間がもったいないですので生重さんから4分間で自己紹介をお願いします。3分半過ぎたら私席払いしますからお願いしますね。よろしくお願いします。この前から入ってました、今日一日長い時間、ここの席に座ってくださっている皆様方に本当にお礼を言いたいと思います。5時間にわたるこのイベントで私はキャリア教育に関わりだして10年、その前は子どもの、親として PTA で今の学びを何とかしなくてはいけないという思いで地域の力をそして産業界企業の皆さん職業人の皆様方の力を子どもたちがどうやったら学ぶことの楽しさや生きていくことの楽しさを感じてくれるだろうかということを20年にわたってやってきてこのキャリア教育に関わること10年目になりますがここまでの方たちがお集まりくださるようなイベントになったっていうのはもう実にすごいことだなというふうに思ってます。で最初に少し申し上げたいのは私自身が家庭をやりながら感じていたのは子どもたちが本当に自分の将来を夢見ることができない、なんで学んでるのかっていうことの実感がつかめない、学校に行くこと、それから人間関係力を作っていくこと、社会に出ていくことっていうその全てにこうどうも消極的であるということをものすごく歯がゆく感じておりました。でその中で本当に私はきっかけは意欲のある先生と出会い、その先生がこうもやりたい、ああもやり
たいということを一緒になって実現していく中で、もしかしたらこれは何か解決の糸口、ヒントになっていく、そういうふうに感じたのです。で、多くの方たちと出会いながら、もう本当に切磋琢磨、試行錯誤をしながら、いろんなアプローチをかけて、もちろん最初のうちは先生たちにそんなに簡単に受け入れられてはいなかったというふうに思います。でもそういう中で人と人とのこうコミュニケーションで、先生たちが終わりになりたいことをきちんと受け止めて、子どもたちに何を先生が伝えていきたいかということを実現するためのキャリア教育がこれからますます重要になってくるし、必要になってくる。最初のことはこれで締めたいと思います。はい、はい、驚くべきことに2分半終わりました。ちょっと余裕がございます。それでは皆さんよくお願いします。はい、皆様はじめまして、キャリアコンサルタントの江川優子です。本日、自己紹介、私の自己紹介を兼ねまして、先生方にキャリアコンサルタントについてご紹介をしていきたいと思います。青いレジュメをご覧ください。キャリアコンサルタントということを一言で申し上げますと、仕事、そして職業に関する、支援、そして助言ができるということでございます。現在、全国に7万人のキャリアコンサルタントがおります。そして次をご覧いただきたいのですが、円グラフをご覧くださいませ。キャリアコンサルタントがどこで働いているかといったものですけれども、ここでご覧いただきますと、分野別で見ますと、求職者支援、企業、そして、教育機関の3つに分けられます。働くことに関しての支援を求職者にも、そして今企業で働いている人たちにもしています。この頃ことから考えますと、今川上にいる中学高校生にも働くことを学ぶことの必要性が現在言われているということでございます。ではキャリアコンサルタントの強みは何かということをご紹介したいと思います。働くことに関する幅広い知識を持っております。豊富なカウンセリング知識も経験がございます。常に学んでいます。事例研究などをして訓練もしています。またはセミナーなど職業や働くことについて分かりやすく説明することができます。現在キャリア発達に関して今まで学んできてまいりましたけれども、昨年7月からはキャリア教育を学ぶ時間が養成講座で増えております。教育の仕組みや中高について学ぶことになりました。では実際にどのような支援をしているかというところで、次のところをご覧ください。中学高校に関してなんですけれども、職業体験活動の事前事後の支援、企画運営、講話、そしてキャリア教育を行っている2つの助言、そしてサポートを行っています。次に具体的な事例を一つお示ししたいと思います。これは神奈川県の高校1年生に対してのキャリアコンサルタントが行った支援でございます。これはですね、A4 1枚で、そして1時間で行った授業でございます。これはワークシートを行いまして、パンができるまでの、麦畑からパンができるまでの お仕事が何人の人が関わっているかということを行いました。そうしますと、何のために働くか、仕事とは何か、例えば、おいしいと言われる、そういった仕事をしたい、または経済的理由もありましたし、自分がこの仕事が好きだからやってみたいというように、自分の仕事ということに対して理解を深めた、つまり職業の多様化、または働くことの理解などを深めた授業を行いました。ではその次のですね、図をご覧いただきたいと思います。中学高校のキャリア教育推進対する人材構成のイメージですが、左は学校側です。実際にキャリア教育を行うのは先生方です。ですから左側は学校側、そして私たちキャリアコンサルタントはコーディネート、そして、対生徒、対教員の皆様に対してのご支援をさせていただいております。最後になりましたけれども、1番、2番、3、4、5と枠の線が切ってありますけれども、1番、2番、これはキャリア教育は、実際に教育を行っている先生方の領域です。私ども外部人材は、先生方のお手伝いをする存在であるということを本日お伝えいたしました。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。見事にちょうど4分でございました。ありがとうございます。それでは、川島さん、お願いいたします。はじめまして、日本 IBM の社会貢献を担当しています川島と申します。本日は特に資料等を用意しておりませんが、
まあ、つつましいとか、いうわけではございませんで、今日 の、 まあテーマ、いただいたお題は、まあ、キャリア教育を実践するということにおける、まあ、課題であったり、あるいは今求められていることであったりということがテーマということでございまして、私どもは、企業としては、数年前から、いわゆる、まあ、弊社の場合 IBM というその世界的に事業を展開している企業でございますので、例えば英語に対する、まあ、動機づけ、あるいは、最近、まあ、イノベーションに対する人材が不足しているということで、まあ、エンジニアリングといったような、まあ、切り口、それから、まあ、昨年の、まあ、コロナ震災によって、イミジックもその原発の問題でですね、代替エネルギーとしてもその問題というか大きな課題になっている、まあ、新エネルギーというようなものを切り口にして、子どもたちの、まあ、キャリアに対する動機づけを、したいということで、いろいろ、まあ、苦労しながら、学校の方に、教育のプログラムを提供してきたということの経験をですね、もとに、まあ、ここで、いろんな、立場の皆さんとお議論をする中で、ここにお集まりいただいている企業の方、あるいは学校関係者の方、あるいは行政の方にですね、何かその新しいことを考えたり、あるいは、自分たちが直面している課題を、乗り越えるような、まあヒントとかその、アイデアとかっていうのが私の立場でお出しできれば、幸いかなというふうに思っております。もし、まあ、私どもの、企業プログラムとして、ご興味をお持ちいただけるようであれば、弊社 の、 ホームページの方に、社会貢献としてプログラムを紹介してございますので、それはまた後ほど改めてご覧いただければと思います。私の紹介はそれでお話ししていただきます。ありがとうございます。もう本当に事情を組んでいただきまして本当にご協力ありがとうございます。では、清水です。お願いします。はい、ご紹介いただきました清水でございます。日頃学校現場で考えていることを少しお話したいと思います。やはり社会人の基礎作りは小中学校義務教育段階からと日頃から強く感じています。で、何もかもうまくいっているわけではないんですが、学校現場で必死になって、行っているその状況を少しお話したいと思います。で、日頃感じているのはやはり何事もそうだと思うんですが、管理職のやはりリシアというかリーダーシップは非常に重要だというふうに思います。私は学校経営方針の中にかなり、多くの量を割いて、キャリア教育の推進ということを語っております。そして、時には細かく、時にはちょっと強いリーダーシップで、学校組織を引っ張っているというような感じでございます。それからなかなか理解できないという教職員もおりますので、学校教育の中でのキャリア教育は社会人、地域人、職業人の育成というふうにして、進めています。それからやはり、外部との関わりということでいうと、コアとなる人材が必要ですので、特命担当というこれまでの公文書にこだわらず、外部折衝係を決めて進めていくというところであります。2つ目は、外部人材を活用した具体的な取り組みですが、お手元の資料にありますので後ほどゆっくりご覧ください。校内ハローワーク、30業種の皆さんを集めての校内ハローワーク、それから科学者や企業の方をお呼びした面白探究事業、そして、5日間の、まあ、職場体験ですけれども、荒川区では勤労留学という言い方をしております。今年で7年目になりました。5日間連続はですね。で、これらの取り組みをの狙いとして、視点が僕とはいけないなというふうに思っていることは、いずれの取り組みも日頃の中学校生活にフィードバックさせなければいけないというふうに思っています。行ってよかった、楽しかったではなくて、今我々は何をしなくてはいけないのかというあたりに戻してこなければいけないのかなというふうに思っています。それから教科指導の中にキャリア教育の視点を入れ込むということです。学校生活の 80% 以上ほとんどが教科学習です。その中にキャリア教育の視点を入れていかなければいけないと強く感じています。たまたま研究指導を受けたときに、年間で相当数研究事業を行うわけですけれども、キャリア教育の視点を入れて、例えば人間関係形成能力と、入れてですね、意図的に研究事業を進めていくというようなことを言いました。最後ですけれども、これまで、既存の施設を活用していくということで、学校図書館の情報センター化ということに取り組みました。学校図書館を変えて、そこを情報センター化することで社会人として必要な力を身につけさせていく、そういった具体的な活動を行ったというところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。
ここでなんか少し時間的に余裕があった感じがします。それでは中身に移ってまいります。今日はあの何しろここで私個人も疑問に思っておりますし、おそらくフロアの皆様方も疑問に思ってらっしゃることはあると思うんですね。それがなぜか何かと言いますと、今日私どもこのオープニングの後素晴らしいあの優秀賞受賞事例のプレゼンテーションを聞きました。これがキャリアクルカワードがどこまで優秀賞になるのかな、どこでもおかしくないほどの素晴らしいものでした。またあの私どもが登壇する直前には各学校から、仙台、東大阪、そして能代の事例を聞かせていただいて、素晴らしい取り組みがそこにあるわけですね。そして今ご紹介いただいた中でも生重さんや江川さんが学校とその地域をつなぐ役割を担ってらっしゃる。そして IBM ではその英語に対してエンジニアだったり支援エネルギーだったり切り口を踏まえながらキャリア教育をやってらっしゃる。そして諏訪台中学校では校内ハローワークや勤労留学をはじめ、その学校経営方針にキャリア教育を組み入れながら社会人、地域人、職業人の育成としてキャリア教育をやってらっしゃる。ということはもう何も話すことはないんじゃないかと、こんな素晴らしい時代があって、こんな取り組みがあって、こういう考え方があればもういいんじゃないかっていうふうな感じもしますが、一方でそういった地域社会や企業との連携推進というのはなかなか前に進まない。例えば学校の先生方からは希望するようなサービスがどこにあるのかわからないとか、例えば職場体験一つを取ってもどこでお願いしているのかわからないとか、もうその体験先だけでも探すだけで疲れてしまったり、あるいは企業の方々がせっかくいいプログラムを作っても学校で門前払いをされてしまって、もうそこで戦意喪失をしてしまう、モチベーションがいきなり下がってしまう、そういう事例をたくさんお聞きします。ですから今日ここで舞台の上で聞かせていただいたさまざまな素晴らしいプログラムがある一方で、日常的な学校の生活の中でなぜそれが根付かないのか、何が問題になっているのか、そういうところから少し入っていきたいと思いますね。スタートラインとしては育成さんからお伺いしたいんですが、先ほどご紹介の中で一番最後の方ですけれども、その一緒になっていくことが希望の光だというのをおっしゃった直後で、でも最初のうちは先生方に受け入れられたわけじゃなかったんですよねという話でございました。ということはきっと嫌な思い出とか苦い経験もあるのかもしれません。そういうことも含めてどこが壁になっているのか、みんなで力を合わせられないところはどこが障害なのか、ご経験も踏まえて教えていただきたいと思います。学校の授業というのはもともと先生たちが教科書がしっかりあるので教えられるものなんです。で、先生たちは今までそれで十分きちんと子どもたちの学力を定着化させてきて、ピサ・ティムスが低い低いと言っていますが、私はやはり日本の基礎基本をの子どもたちの能力の高さというのは揺るがないものがあると思っていますし、でその中にあの先生たちって学校現場がものすごく忙しいんですよ。でその自分が教える子どもと向かい合う、そういうこと以前に自分がその一番やらなきゃいけないことをすらもちょっとお留守になってしまうぐらい、さまざまな仕事を分け合わなきゃいけない。少子化によれば先生たちが少なくなるから、どんどんこう自分たちの負担も多くなる。でそういう中にあって、私あのやっぱり先生たちそのいきなりこんなにいいことやってるからって言って、やってきたからって言って、そうですかじゃあどうぞっていうふうにお任せするっていうわけにはいかないし、授業は教員のものだと皆さんおっしゃってますよね。その通りだと思うんです。それを生かして外部がどう入ってくるかっていうことが最初のうちは未整備だったんですね。でその未整備な部分をどう整理していくかっていうことが、はい、この10年間のうちに少しずつ整理されていき、で何よりも良かったのは、私は学校支援地域本部という文部科学省の打ち出した施策の中で、これはあのもう特筆すべき事項だと、地域が応援していくことによって先生たちがもっとこう誰かを信じてもいいんだ、自分がここまで全部やらなくてもいいんだっていうところに行ける入り口を作ってくると。でその入り口に対して今全国で研修会が行われていて、もっと力をつけていかなくちゃいけない。地域がボランティアでそれをやる意味は何だって言ったら、自分の地域が廃れていくんじゃなくて発展的になっていくためには、自分の地域に子どもが住み続けなければいけない。その住み続けるための学校支援ということを通じて地域の活性化を果たす。それと私どもがずっと長年やってきたこのキャリアと言われる多様な生き方を示していき、子どもたちが触発され学びたいという欲求につながる、そういう触発を入れていくことをどう今後こう体系的につなげていって作っていくか。だから日本中が連携ネットワークしていく、この次のステップに私は入っていくんじゃないかなと思うんですよね。
今お話を聞いていたですね、非常にこうステップがこう見えてくるというか、先が明るいなというふうに、ね、こう聞いたんですね。先生方も非常にお忙しいと、やるべきこともできないような状態がある。しかし、そういったこう事業を中心とする中で、先生方が本来的なところに集中できるようなこう制度がなかった。そういう中で学校支援地域本部などもできてきて、その地域ぐるみで学校を支える枠が出てきているという話だと思うんですが、だとすると、何の苦労もなく前に進みそうな気がするんですけども、それでもなかなかこうごきくしゃくしてるっていうのは、どこら辺に串根さんの原因があると思いますか？地域側も、あえて言えば、自分たちの正しい正義を押し付ける。企業も一歩間違えると、自分たちのやりたいことをやる手法を、どう学校の教科教育、それから教科と連携させていき、総合を生かしていくかみたいな、プログラムが体系的にそうやって、出来上がっていかなくちゃいけない。そこの部分で先生たちが、まあ、教えるのが楽しいと、先生たち自身の意欲モチベーションが上がっていくような他者との有効なる出会いっていうのは大事だと思うんですよ。学校教育の中にイベントを持ち込むのではなく、ちゃんと体系的に位置づけられて学びを作っていくことによって、これから求められる日本の学力っていうものに近づいていくんじゃないかと思うんですよね。ありがとうございます。非常に貴重なご意見だと思います。それでは井川さんにお聞きしたいんですが、先ほどご自己紹介の中でですね、7万人のコンサルタントの方がいらっしゃって、そして強みを持ってらっしゃる、そういうコンサルタントの方がたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。そういう方々が学校をサポートしてくださるとしているわけですが、井川さんのご活動も含めてどういうところに一番ご苦労されたのか、どこら辺がこう一番こう衝撃なのか教えてください。これはご苦労というよりも反省なんですけれども、これはですね、私も学校の先生方はお忙しい、コストなどもよくおっしゃっていますけれども、そんな中で、こうすればいいのに、こういったことは効果的なことがあるのにということを持ってはいるんですけれども、なかなかお伝えすることが難しいということがあります。それは学校側と話し合う機会を持つ努力をかけていたんではないかなということを反省しております。もう一つは、せっかく先生方からキャリアコンサルタントはどこにいるの、どこに頼めばいいのというようなお問い合わせをいただくんですけれども、私ども、キャリアコンサルタント協議会としてもですね、もっと多くの人に、これをご紹介する、または今後ですね、ウェブなどでご案内できればいいのではないかなと、ますますの努力が必要ではないかなということで担当いたしたいと思います。ついでにぜひ教えていただきたいんですが、先ほどのそのブルー の資料の中でもそうなんですけれども、今キャリアコンサルタントの方が活躍する場というのが、例えばその求人支援の場であったりとか、企業内であったり、大学を中心としたキャリアセンターだったりしますよね。これがいわゆる小中高を支援する上で、そのキャリアコンサルタントの方が今努力してらっしゃることとか何かありますか？そうですね、私ども組織が持ってないものですから、1対1で1人のキャリアコンサルタントが1つの学校に、お話をして、そして、簡単に言えば信頼を得てやっと中に入れていただくというところですね。そこの信頼関係を構築するのところから始めていく、そこが一番努力をしたところだと思います。そういうふうなこう本当の強みというのを学校現場の先生に分かっていただくところからこう始めるというところですね。そういう中でこれから情報提供もどんどんしていただくという形になるかなとお聞きしました。それでは岡島さんにお聞きしたいんですけれども、先ほど岸根さんからですね、自分たちのやりたいことを学校に持ってきてもダメなんだというお話もありましたが、企業側から見てその学校をサポートする、そういう時にどういう課題感を持ってらっしゃるのか、あるいはこう行き詰まり感を持ってらっしゃるのか、そういう課題をちょっと教えていただきたいんですが、どうでしょう？ですね、学校に入っていくとき、私は少なくとも、この仕事を3年ぐらいやってるんですけども、学校側に入っていくときにやっぱり一番大きなその障壁は、その当時なんですけども、やはりその、学科というかその教科とどういうふうにつながる、さっき串根さんからもご指摘がありましたけども、非常にその日本の教育というのは例えばフィンランドメソッドとかって言われるように、その先生が非常に授業の例えば編成権だとか、教材の選び方だとか進め方とかっていう重量を持ってるわけではないので、どこで何を教えます、この短期間をここを教えます、これを教えますということが、決まってる時にキャリアっていうのがどこに落ちるかっていうのは全く私ども
わからない、土地勘がないので、それをご存知の人たちをまず探すところから、始めていく中で、まあ、しげさんのように PTA から、まあ、いろんな学校の中にこう行って、学校のニーズというのをご存知な、まあ、方がいらっしゃったりとか、あるいは、ここにも私の目の前にいらっしゃいますけど、あの教育企業の連携されている NPO の、方々とかということを、たまたま私の場合はラッキーなことでそういう方々とのご縁ができてですね、でそういう人から、まあ、あなたたちが考えている企業のプログラムというのはこういうふうにアレンジをすれば、あるいはこういうふうに工夫をすれば、例えば教育 のプログラムの中に入れていきますよ、で場合によってはその NPO の方は指導案まで作ってください、そうするとそれをお持ちすれば、先ほど牛江さんがおっしゃった、優秀な教員の方ほど忙しいんですね、いろんな仕事が回ってきて、実は授業の一番大事な生徒のことを考えている時間がない、そこのところをその NPO の方が間に入っていただいて先生をサポートしてくださるというのは、我々にとっては非常に大きな、それがまあ今多分広がりつつあるんだろうなということとですね、でもう一点はやっぱり、校長先生、清水先生がいらっしゃるあえて言ってるわけじゃないんですけど、校長先生のやる気だと思ってるんですよ。あの教育委員会のからいろいろ情報を流していただいたりしても、結局それを現場でどう生かすかっていうふうに考えるのはやっぱり校長先生であって、私たまたまこのキャリア教育をやっていく中で、これもある、まあ東京のですね、23区の区の校長先生と非常にいろいろご指導いただいたんですけど、やっぱり川島君、教師のモチベーションは子どもの笑顔だよ、子どもが喜ぶことだったらやっぱ教師は何でもやるんだよ、あの川島君は例えば教員は公務員だから、どんなに頑張っても給料同じだと思ってるかもしれないけども、やっぱりやる気のある教師がいるんだ、まあ、そういう教師のために、ぜひ手伝ってほしい、そのためにもし例えば府警なり教育委員会とか、文句を言ったいろんな人がいたら、私はあなたの立場に立って応援してあげるから、そういう先生がいらっしゃったんです。そういう先生がいてからこそ、やっぱり現場で頑張っている先生たちもやる気が出るでしょうし、企業が持ってくるものを前向きに取り入れてくれるっていうふうに私は信じているので、そこのところがでもやはり我々企業側にとってはそういう先生と出会うっていうことはなかなか、通常の人では難しいと、いうことだと思います、はい、ありがとうございます。その校長先生のとの出会いが非常に重要だなということは、後で清水先生にもお伺いしたいと思うんですが、私から一点お伺いしたいんですけれども、学校現場からするとですね、その出来上がったパッケージとなっているプログラムが企業からご提案されたときに、どうもその裏にはその企業のこう直接的なメリットを追求する意図、いわゆる企業の利益をどこかでこう誘導するような裏があるんじゃないかなって、そういうところが学校現場のこうブレーキをかけてるんじゃないかなって気がするんですが、まあ、IBM の立場だけでも結構ですし、あるいは他の企業についても結構、そこら辺どう学校現場としては捉えるのは正しい現実的な見方なのか、そこら辺教えていただけますか。すいません、いろんな企業の方がいらっしゃってると思うので、これは私のあくまでも試験です。やっぱり企業が教育に関わるっていうのは、何らかのそこに企業としての、目的意識があると思うんです。それは、自社のブランドを小さい子どもたちに認識してもらえる、あるいはその父兄に認識してもらいたいとか、あるいはその地域社会に対しての貢献を企業としてアピールしたいとか、あるいは将来の自社に優秀な人材を、まあ、取ってくるために、その人材教育をしたいとかっていろんな、まあ、目的意識があると思うんですけれども、私は今ここちょっと初等中等教育っていう観点で言うとですね、もう少し私はベーシックなところを企業は貢献するべきじゃないかと。つまり世の中にはいろんな仕事がそもそもあるんですよ。で例えばものづくりの企業が学校現場に自社のものづくりのためだけにパッケージを持っていたとしても、実はものを作るだけではダメなんですよね。それのためにはどうしたら売れるかっていうマーケティングも必要ですし、何をどこで作ったらいいかって工場の立地の問題、あるいはどこからお金を借りてこようか、例えば金融の問題、あるいはそれを流していく時の流通の課題とか、いろんなものが、あるわけです。そこにいろんな仕事があるわけじゃないです。ものづくりだけ教えようとしても、じゃあ子どもはものづくりだけしか学べない、それはある程度も例えば理系に進もう、文系に進もう、あるいはこうキャリアを踏もうという、まあ、大学生とかあるいはもう社会人になられて新しいキャリアを踏みたいとかっていう人には有用かもしれないんですけど、
もっと今の若い小さい子どもたち、特に日本の場合はそもそも働くことって何なのかっていうのはやっぱりよくわからないんですよ。 そこをやっぱり我々企業としてはもう少しその努力が必要じゃないかな。 それは私いろんな企業さんの集まりの場で実は、一生懸命提言はしてるんですけども、別に自社の仕事だけではなくてそこに関わりのある企業さんがもっと連携をして、働くということに対しても、まあ企業連合みたいなことができないですかねということは、まあ、いろいろなところで申し上げてはおります。なるほど。そういったこう個別企業 の直接的な利益というより、むしろその子どもたちの視野を広げるとか働くことそのものに迫っていくとか、そういう視点ということが、まあ、現在求められる一つの大きな柱になるんじゃないか、そういうご提言というふうにお聞きしました。さて清水先生、今はですね、川島さんの方から校長先生、素晴らしい先生に巡り合うことができればという話があったんですけど、できればってことはできないことが多いというふうに解釈できるわけですけれども、校長先生がその企業との連携に尻込みしてしまう、尻込みしてしまうというんでしょうか、ちょっと後ろ向きになってしまう、そういうふうなところを先生の目から、もちろん先生は積極的に地域連携、企業連携していらっしゃるわけですけれども、一般的に言うとどういうところが校長先生の懸念として上がってくるのか、そのみんなで手をつないでっていう時に、いやうちはっていうふうにこうちょっと腰が引けてしまう学校の校長先生方というのはどういうところをご心配されているのか教えていただけますか。はい、まあ、ちょっといろいろお話が複雑なんですけれども、一つは北校でもそうなんですけど、1週間に1回は必ず時間割を変えています。つまり授業時数を確保するために相当試行錯誤しながら時数を確保しているわけです。非常に学校の中で、教科の指導を確保していきながら取り入れていかなければいけないっていうようなことが一つあると思います。まあ、そういう現状だということをまずお話ししておきます。それからやっぱり今、公立中学校とて、まあ地区によっても違うかもしれませんが、学校選択制、学校の個性を十分発揮して、支持していただく学校づくりをしていかなくてはいけないというふうに考えています。そういう意味で、将来の 社会人となる基礎を作るキャリア教育をしっかり前面に打ち出していくことはとっても必要だなというふうに思っています。で、私はそのキャリア教育を推進していくことが究極的には学力向上につながっていく、授業規律、提出物を守る、いろいろなことが社会人として必要な力が事業力につながり、まあ、学力につながっていくんではないかなというのを思います。なかなかそういう意識を持つ方と持たない方がいることは事実です。ですけれども、ここで、その成功事例だとかいろいろな情報を共有していって必要性をやっぱり共有していく必要があるかなというふうに思っています。少し話はずれるかもしれませんけれども、先週、転勤して1年目の学校で初めて校内ハローワークをやりました。新しく接している教職員は何が始まるんだろうなという目で見ていました。まあ、一部の先生は別としてですね。そして、企業の方がお話をいただき、子どもたちの目つきが変わった時に、あ、これは教育の上で非常に必要なんだということを実感できた。私は教員の中に成功体験が今まで、まあ、経験もなかった、けれども成功体験がやっぱり少なすぎたのではないかなというふうに思っています。ですから、まあ、管理職も含め成功体験ということをですね、させながら進めていかないと、なかなか進まないという言葉はいつでも出せるんですが、一歩でも進めるためにはそういうふうにしていただければなというふうに思っています。ありがとうございます。そういう中でその学力との今向上という話も出てきましたし、最終的にはキャリア教育を推進していくことが学力向上につながるんだと同時に、先生方の成功体験ということはまだまだ足りないんだということで、まあ、これから発展途上だなという感じがしました。で、今日何人かの方がおっしゃっていたのが、その学校における教科あるいは学力との関係だと思うんですね。で、例えばまた育成さんに戻りますけれども、その学力の問題、それから教科の中でどのように位置づけるかということをしたときに、例えば育成さんの育成さん個人でもいいですし、あるいは団体として組織としてもいいんですけれども、どういうところを工夫してらっしゃる、どこら辺が一番こう工夫のしどころなのか、企業がさまざまないいプログラムを持ってらっしゃる、しかしそれと教科が結ばない、どういうステップを踏むと企業にも分かり学校にも分かるのか、ご経験も踏まえてその教科との関連のつなぎ方、紡ぎ方、ちょっとポイントを教えてください。
教科書の目次を読むと企業さんが持ってらっしゃるプログラムがいかに生きるかっていうのがこう見えてくるんですね。でそれは教科書の全部を読まなくても構わないで、小学校から中学校の目次を全て見ていただくと、例えばですね、ユニバーサルデザインというところは、小学校の、4年と6年の国語で出てくる、身体的な、障害を乗り越えて一生懸命生きている方で、そこから発展して町づくりっていうふうに社会化につながっていくとか、あと数学とこう連携させていくのに、ソニーさんがやってらっしゃるような関数が高校普通科の関数学までできていれば、ものすごくこうゲームをこう作っていく裏側の、部分にこう自分は行きつけるんだよとか、そういうこう持ってらっしゃる企業さんそれぞれの持ってらっしゃる財産が全て実はうまく組み合わせていくことによって強化になっていくんですね。強化教育になっていく。で、強化教育っていうのは別に45分、50分で終わっちゃうわけじゃないんですよ。で、その前後は先生たちがなさるわけですよ。ほら、こんなに社会に役立ってるだろうっていう学んで、理科の実験なんてもっと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 いっぱいあります。で、そういうことをもっとやっぱり近づけていきながら、先生がいかにコラボレーションしながら他者を活用していく事業を作っていかれるか。で、それをしょっちゅうやる必要はないんです。効果をどこにこう止め置くかっていうことが、私は今後教師の力量になるんじゃないかと思うんですね。で、そういうことをやることで子供を運動を巻き込むことによって面白いって、ああ学ぶってすごく素敵なことだと思えるっていうのが、清水校長先生がおっしゃった学力向上っていうところに近づいていく第一歩なんだというふうに思います。なるほど。今の学びが社会的にどう生きるのか、そういったことを子どもは気づかずに学んでいるところを社会の目を持ってここだよって示してやる、そういうことが重要だということですよね。となると一つの授業作りを今まで先生がお一人でなさっていたものを、サポーターがそこに加わるということで先生の肩に降りるということになるわけですね。でも清水先生、一方でですよ、そうではありますが、今まで中学校の先生や高校の先生方って授業を一人で作ってきたじゃないですか。いわば先導を多くしているという言葉もありますけれども、サポーターといえども人と共有することって先生方苦手じゃないんですか。そういうところにこう助けますよって言われても、って逆に腰引けません。はい、大雑把に言えば一人で、責任を持ってやっているというところだと思うんですね。TT とかいろいろあるとしてもですね。で、おそらくそういう形で、しか経験がないからこそその成果がなかなか見えてこないということがあるんですね。いい例になるかどうか分かりませんが、先々週中学2年生の調理実習に地元のホテルの、シェフの皆さんが3名参加して、その教科書にある調理実習の実践をしてくださいました。で、TT という形でやったんですけれども、そうするとその専門家の技術を見て学ぶ生徒たちは生き生きする。そしてそれをまた先生がこういう形でこうなるんですよっていうことをプロの技を見せながら指導するっていうことで、とてもなんか成果があったように思っているんですね。で、いつもそんなことをやる必要は私はないと思うんです。ただ今生重さんがお話しされたように、ポイントポイントでそこを押さえていくと、私はやる気だとかいろんなものがさらに出てきて学力向上につながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あまり時間ありませんのであれですけれども、面白探究授業でハワイのスバル天文台から中継結んで理科の授業をやっていただいたんですね。本当にその後アンケートを取ると天文学とかそういったことに関してですね、関心がとても高まったっていう子どもの声もありますし、とても刺激的だったという教師の声もありましたので、一つの大事なスパイスとしては重要なのではないかなというのを思っています。今お二人の話をお聞きしていると、その学校教育のやはり教師が主軸になるものであって、その系統性を保持したりですとか、その教科間のつながりを保持するのも教師の役割だと。しかしそういうところにその外部の専門家だったり地域社会の教育力が加わることによって、スパイスとして生きて働く力になる。そこをスポットでこうどこで入れるのが一番いいかとか見極めるのは結局先生だということになりますよね。やっぱりそこで一番授業が一番生きるものを先生方が選んでいただいて、地域や企業の方々と手を結んでいく。
そういうことを求められる姿なのかなって一つ方向性がちょっと見えてきてる気がしますが、そこで川島さん、具体的にプログラムをやられている立場からお聞きしたいんですけれども、先ほど冒頭のご紹介の中でもですね、教科の中にどう位置づけるのがすごく難しかったと。しかし NPO の方々との出会いの中でですね、それが発見されていって少し回るようになったというふうにお話をお伺いしたんですけれども、いくつかの切り口があるよというふうにお伺いしたんですが、どれでも結構です。英語でも結構ですし、エンジニアリングでもあるいは CNN でも結構なんですが、当初こうだったけれど少しこう変えたらこう生きたっていう具体的な事例何かあったら教えていただけますか。そうですね、英語に関しては私どもの会社で英語を、まあ、発音をこうコンピューターの、まあ、教材を使いながら発音を勉強する英語の教材があったんですけども、先ほども来申し上げているように、そもそも学校の先生が子どもたちに何で英語をしゃべんなきゃいけないのかって動機づけをするのが難しい。それは要は今の日本の内向き男子とかそういうことを言われるようにですね、やっぱり日本人外に出ていかないので、やっぱあるいはそもそも僕はお父さんの仕事を継ぐんだから、まあ要は例えば魚屋さんをやるのに何で俺は英語を勉強しなきゃいけないんだろうっていうふうに言われた時に、そこの動機づけをすることがやっぱ必要ですよ。なのでまず英語のそのパッケージを使って発音を勉強する前に、英語をやったらこれだけ社会で役に立つんですよっていうことをまずセットにしたらいいですかって言われました。でその時に弊社うちの教育プログラムって全て先ほどの先生のサポーターっていう意味もあるんですけど、弊社の社員がボランティアで必ずその授業をリーダーが動かすんですね。でもちろん担任の先生はその担任の先生ですから、授業自体のマネジメントは先生がやるんですが、やっぱりそのプログラムを実施する時のサポートとしてうちの社員が入るんです。その英語の授業については、そのうちの社員が実際に会社で英語を使って、例えばうちの場合電話会議でこう海外の事業所とつないで英語を使ったりとか、あるいはお客さんが、まあ、海外の企業の日本の法人だったり事業所だったりするとかっていうところに、まあ、英語で会議をやったりとかっていう経験をしている社員がまずこんな一日なんですよとかっていうのをお見せして、で、まあ、あとは弊社のちょっと元社長をやってた人間から英語を勉強するとこんなに人生豊かになるんだよっていう話をしてもらったりとかした上で、じゃあこの教材を使って英語を勉強してみようっていうと、やっぱり子どもたちは楽しそうに勉強するんです。それまではなんでこんな難しいことをやらなくたっていいのにっていうのが、やっぱりこうみんなでワイワイやりながら勉強するようになる、まあ、そういうところは多分工夫の違いな仕方があるんじゃないかなと。やっぱり学校の先生は企業で働いたことが ないわけですから、そこはやっぱり企業で働いている人間が、働いているからこそできるアドバイスとかお手伝いを学校の先生にしていくっていうのは、やり方としては我々としてはうまくいっているように思います。そうですね、学校の先生方がよくおっしゃるのは、私は学校の教員の経験しかないのでキャリア教育難しいっていうのをおっしゃるんですが、だからこそそういったお力を借りることで事業が生きていくっていう方向なのかなというふうにお伺いしました。では山田さん、お待たせしました。先ほどご紹介の中でですね、なかなかここをこうやればいいのに、でも学校の先生方そこがなかなかしにくいところがありますよ、だから私たちプロの助けできる領域がありますよってご紹介があったように思うんですけれども、特に江川さんからご覧になって、先生方ここをもうちょっとこんな風にすればいいのになって常にお感じるようになるようなこと、そのコンサルタントとしてのプロからご覧になって、学校の先生方ここちょっといつもどこの学校でもちょっと困ってらっしゃるようですよっていう、もし落とし穴のようなところがあったらアドバイスを教えていただきたいんですが、学校の先生方が入りがちなちょっとミスであったり考え違いだったり困難であったり、このキャリアコンサルタントの目から見た学校へのアドバイス何かありますか。落とし穴となりますとなかなか難しいんですけれども、何が落とし穴かって私よくわからないんですけれども、私どもでよくご提案させていただいているのは、普段の授業でももう十分にキャリア教育なってるではないですかというご提案をすることがあります。先生方はお忙しい授業を持ってらっしゃったり他のことをやってらっしゃいますのでなかなかお忙しい、でも何か新しいものを作るのは難しい、外部の人材を呼ぶんでもお金がかかる、こういったことをよくお話し伺います。私どもでは例えば今行っている体育祭または文化祭、これも十分キャリア教育ではないか、例えば、キャリア、運動会、文化祭、これは業種
そしてそこの中で働く、まあ、大道具係だとか会計だとかそういったことは職種ということで、一つそういったイベントをする前にちょっと種をまけば立派なキャリア教育ではないですかということで、あえて新しいものを生み出すんではなくて既存のものをうまく有効利用したらどうかなということをお伝えすることでございます。なるほど。その教科だけではなくて日常の教育活動、特別活動や学校行事、そういったものも見方を変えていくと社会の一つの役割分担の縮図として見ることができる、そういうふうなこう見方の転換というのか認知の仕方、そういうものが外部の人材の方からちょっと言っていただくと学校変わりますよというふうな、そういうご提言になっているように思います。さて、あっという間に時間がこう来てしまったんですけれども、今日いろいろこうお話を、短い時間ですけれどもお話をお伺いする中で、その今キーワードとして出てきたのが日常的な教育活動だったり教科だったり、そういったものを活用しながら、またこれまで先生方が十分ご経験を積んでこなかった共同で授業を作っていったり、サポーターとしてお力をお借りしたり、そういったことをこれからやりませんかというのは非常にこう力強いご提言だったと思うんですけれども、もう私ども残り時間もう5分という今紙が見えたところですけれども、1分から2分以内の間でフロアの方々にですね、それぞれの立場でエールを送っていただきたいと思いますね。今は大体答えも見えてきたし、やるべきことも見えてきたかなという感じがするんですけれども、それを踏まえて、あるいは踏まえなくても結構なんですけど、こうしていこうよというような、みんなで子どもたちを育成していく、そういう上でも力強い言葉をいただいて、このパネルディスカッションの幕を閉じたいと思うんですが、それとそうしたこの逆から見ましょうか。清水先生からいきましょうか。清水先生からお願いいたします。はい、ありがとうございます。私はやっぱり、壁という言葉がありましたけれども、共にこう情報を共有していく必要があるのかなというふうに思っています。学校の状況、社会の状況、いろいろなこう状況をですね、お互いに理解し合いながら進めていく必要があるかな、意図的、計画的にやっていく必要があるかなと思います。それからやはり限られた時間の中で効果を上げるわけですので、効果的効率的に進めていく必要があるのかなというふうに思っています。校内ハローワーク30業種もですね、30業種別々にやれば相当時間がかかります。それを、3時間でやってしまうとですね、まあ、効率的にできるというようなこともあります。そういったことをですね、相談しながらやっぱり進めていくとうまく成果が上がるのかなというふうに思っています。私はキャリア教育を進めるためにつながり感っていつもいろんな場面でお話をさせていただいているんですが、いろんなことをつなげていくとキャリア教育が進んでいくんじゃないかなって考えてたんですが、最近ですね、なんかキャリア教育という接着剤がいろいろなものをくっつけてくれて教育の質を変えていく方につながってきているのではないかなというふうに感じています。1分ですので以上で終わります。ありがとうございます。では梶本さん、お願いします。私はもう同じことを繰り返したいと思うんですけれども、基本的にやはりその小さい頃のキャリアっていうのはやっぱり働くことは多様である。そこにはいろんな仕事があって、いろんな職業、いろんなキャリアがあって、しかもそこにはいろんな達成感がある。仕事をすることは楽しいことだということをやっぱり子どもたちに繰り返し伝えていくことはやっぱり大人の義務だと思います。それはまずやっぱり我々がしっかり認識することだということと、もう一つは先ほども申し上げた通り、企業にはいろんな目的があると思います。でもやっぱりその裏側には企業として達成したい目的なりがあるとは思うんですけれども、今日本が抱えているさまざまな問題の根っこはやっぱり私は教育だと思っています。それは受験制度だとか大学の改革だとかっていろんな切り口があると思うんですけど、やっぱりその大きな一つの、切り口は私は小さい頃からの仕事、働くことに対する動機づけだというふうに思っておりますので、もしこの場にいらっしゃる企業の皆さん、あるいは行政の皆さんの方で一緒にそういうことをやっていきましょうという方がいらっしゃったら、私は自社の目的、自社の利害を超えてですね、そういう方々と協力して子どもたちのお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、どうかご協力とかみんなでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、長澤お願いします。はい、このキャリア教育に関しましては、その学校それぞれいろいろな発想があると思います。その学校に合ったキャリア教育を私どもも一緒に考えていきたいと思います。先生だけではなく、やはり多くの人を巻き込んで一緒に教育をするということが重要ではないかと思います。私どもも、学校先生方にお役に立てるようますます努力をしていきたいと思います。ありがとうございました。
ございます。では吉木さんお願いします。時間がないので私は、今日皆様方と共有したい言葉はチーム力、それからつなぐっていうことだと思います。経済産業省とともに私どもはキャリア教育をつなぐキャリア教育コーディネーターネットワーク協議会、全国北海道から沖縄まで拠点を持って学校に協力する人材を配置しております。たくさんの方たちが協力してくれます。ぜひ今日お帰りになったらこのホームページを開けていただけたらいいなというふうに思っています。学校と企業をつなぐ、それが私たちの役割です。ぜひここに入っている全ての私の資料のホームページを開けていただいて、一歩前向きにぜひ皆様方とつながりながら、日本中の子どもたちが生き生きと教育を受けられるような、そんな国に助力をしていきたいなというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それではほぼ時間通りに進んでいるところで、これでも私の方でまとめさせていただくことは肯定できませんけれども、最後に一言だけ感想を述べて終わりたいと思います。今日ですね、本当に先ほどご紹介なんですけれども、さまざまな発表を聞かせていただき、また吉根さん、日川さん、橋本さん、清水さん、4人の先生方のですね、お話をお伺いして思ったことは、結局私たちがそのキャリア教育をやるときに、結局子どもっていうのはみんなで育てるしかないんだなっていうことを改めて気づいたんですね。先生方が学校に属した空間の中で公務に奮闘するのではなくて、我々その外部の人間も含めてみんなでやっていく、その時にやはり先生方の主導性、教育のプロとしての判断、それから教科の学びの重要性、そういったものを抑えながら、一番この子たちにとって何が必要かということを判断しながら、無理なく日常の学校生活を生かしながらやっていくことが課題なのかな。そういう中で今日改めてその経済産業省、厚生労働省、そして文部科学省が連携でこういったプログラムを持つことができたことも意味を持つのかな。ですから地域社会と学校が、そして事業所と学校が連携するだけではなくて、私ども国の機関もますます連携を深めていく意義が改めてあるんだなということを感じました。そういった中で、フロアの皆様方にも、本来でしたらば、ご質問をいただいたり、より活発に意見を深める時間が必要なんですが、今日は時間の関係で、また私の力の不足の関係からですね、皆様方からの直接的なご質問をいただくことができませんでしたことを、心からお願いしたいと思います。と同時に、4名のパネリストの皆様方のご協力に、心からお礼を申し上げる意味で、拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。